伊予鉄道120系電車は、かつて、伊予鉄道に在籍していた、通勤系電車の一系列である。制御電動車のモハ120系121から125と制御車の区波420系421の計6両が使用されていた。模波121から123区波421と模波124.125では、出自外観、 運用形態が異なっていた。元は1947年に三井造船玉の製作所で製造された京浜急行電鉄では400系重量のうちの4両である。同社は戦後混乱期に製造されたことから状態が極度に悪化したため、1965年から翌年にかけて車体更新を受けることになった。この時に発生した旧車体をセイプ建設が スクラップ扱いで購入。西武所沢車両工場で改修の上、1968年に譲渡したものである。改造内容は次の通りである。外販の総張り替え。窓枠のアルミ差しシ化。パンダグラフ、台車、主電動機、電動発電機は西武手持ちの部品を取り付け。パンダグラフは更新成功書制 PS-13C、台車は tr-14 tr-10 主電動機は mt4 である mt4 主電動機は鉄道省における正式主電動機として採用された機種でありメーカー形式は g e-244a もしくは se-102 である内装のペイント塗りつぶしこのため書類上は同年西部ところざ工場製となっており 京急での9番号とは対象できない。その後、次の改造を実施している。1978年、密着自動連結器を設置。1985年、台車、主電動機交換。121と421は、型運転台。122.123は、増結用二両運転台となっている。また、 122.123のヒパンタ側と421の前面は貫通化されている。元は1949年に川崎車両で製造された小田急電鉄1900系のうち2両である。1978年横河原の線での4両運転開始の際に譲り受けした。入線の際自社小町車両工場にて以下の改造を受けた。非貫通化。 運転台の中央への移設台車、主車のものを流用の上、主電動機を南海電気鉄道発生品メガバイト -146SFR に交換電動発電機、芝浦 CLG-1 制御装置、ABF から、高性能改造を実施した、モハ、oh、303.304の制御機器を流用し、 HL 制御下密着式電気連結器設置モハ121から123区波421は同系で2から4両編成を組んでいたがモハ124.125は110系の増結者となった。700系の増備により1989年9月6日付で除籍され全車廃車された。 123は入線当初123413115の編成であったが、横川原の線4両編成下による124125入線により、主に121編成の増結用として使用されていた。私鉄車両編成表90年版。ありがとうございます。